ヒナ・ラッパーにカルはパキスタンの政治家である。2011年7月にパキスタンでは最年少で女性では初のパキスタンの外務大臣に就任した。2002年と2008年のパキスタンの総選挙によって国民議会の議員に当選し、財務、経済大臣を2008年から2011年の間務めている。1977年11月19日に パンジャーブ州ムルターンで生まれた。政治家で地主であるグラームヌールラッパーにカルの娘で、パンジャーブ州の前知事であった。カル家のルーツはムザファルガル県のことアトゥニアルカルグラビ村にあり、多くの土地や漁場、マンゴー園、砂糖キビ園などの資産を保有している。カルはラホール経営科学大学を卒業し学士号を取得し、2001年には、 マサチューセッツ大学アマースト校を卒業し、経営学の修士号を取得している。彼女はフィローゼイ・グルザーと結婚し二人の娘アンナやとディーナがいる。ラホールにある、ポロ競技場にある、ポロラウンジリストランの共同オーナーでもある。2002年の総選挙で、パキスタンムスリム連盟会でアーザム派から立候補し、パンジャーブ州ムザファルガルの選挙区の代表として、登場した。 以前は、彼女の父グラームがこの地位を占めたが、新しい法律では、すべての立候補者には、大学卒業程度の学位が要求され、この年グラームは立候補できないことを意味した。ガーディアン紙は、女性の役割に対して敏感な地元に従い、地主の父親が意図のある有権者に、大使挨拶回りを行った。彼はほとんどを家で過ごし同様に十分な数の、 選挙用ポスターの写真は出回らなかった、と載せている。その後、PMLQ は2008年の次期選挙のカルへの立候補の機会は否定したため、2008年カルはパキスタン人民党から立候補し2回目の当選を果たした。PPP は選挙で過半数の得票を得て、パキスタンムスリム連盟会でアーザム派で連立を組み、首相に PPP のユースフラザーギーラーにを選出した。2004年から2007年の間、カルは経済省に就いた。2008年から2011年にかけては経済省についており、2009年6月13日にカルはパキスタンの国会においては初めて予算を提示する女性となった。世界経済フォーラムにてカルはパキスタン外務省のトップである。 外務大臣に2011年2月11日にギーラーニー内閣の改造により任命されている。これはシャーマフムード・クレイシーの外相辞任による公認であった。2011年7月18日に外務大臣として公認され、7月19日に宣誓を行い、パキスタンでは最年少で女性では初の外務大臣に就任した。2008年に パルベーズム・シャラフの後に、パキスタン大統領に就いたアースイフ、アリー・ザルダーリーは、任命で、女性を、国の本流に持っていく責任を政府が示した、出来事である。と答えている。就任後すぐにカルはインドを訪問し、インド外相、SM クリシュナと、和平会談を行った。ムンバイ同時多発テロ以来、停滞している関係を2011年2月に、再開した。 インドのメディアは、バーキンバッグやサングラス、ジミー中のスティレットヒール、真珠のネッカチーフなど多くのブランド品で身を固めた、彼女のファッションや要望を幅広く報道している。彼は、インド政府の代表と会談する前に、カシミール独立運動のリーダーと会談していたため、インドの主要野党である、インド人民党は、外交儀礼違反を非難し、問題の事実追及を要求した。 2011年8月には中国を訪問し、楊清志外相と会談している。ヒンドースタンタイムズは、インドとは対照的に中国のメディアは彼女のことに関してはほとんど報道していないと述べている。2011年11月に発生したナトー軍の誤爆により、パキスタン軍の兵士24人が死亡した後、カルト防衛委員会は、 ウサーマ・ビン・ラーディンが射殺された2011年5月の時と同様に、NATO と国際治安支援部隊のパキスタン国内の輸送路を閉鎖することを認めた。アメリカとパキスタンとの間では輸送路の再開に関しては合意が間近かという報道もある。ありがとうございます。